皆さんこんにちは、フェリシティです。メガサタンソフトのパズルゲーム日焼け飲むでプラス日めくりを毎日プレイしてます。今日は2023年11月19日、初めてから323日目ですね。11月19日は4年前にシェンムー3が発売された日ですね。早いな4年は。なぜ自作が出てないんだ。始めます。19時17分晩ご飯を食べてちょっと経ってって感じの時ですね、これはどうかな、難しいのかな。微妙なところであるから、今のところは良い感じですけど、今日も休みだったのに、特になんとなく、あ、まあ F1 を見てたのか。ラスベガスグランプリ、日本とかオーストラリア開催でもないのに昼過ぎに見てるというのは変な感じでしたけどね。まあ、このくらい昼に 見られる感じがまたやってほしい感じですけど、工業的にはちょっといろいろ問題のあるレースだったかなと思いますけどね。右画面の紹介は、まあ、昨日ドリームトミカのガチャピンとムック紹介しましたけど、まあ、それと同じような感じで昨日発売のものをパサッと紹介しておきます。割と長くなるかもしれないので、もう始めに行っときます。行きましょう。本日紹介するのはトミカの日産 GTR です。11月18日に新しく出たものですけども、こちらが初回特別仕様、まあ、ホイールが金で縁取りがあったりといいですけども、もともとこのカラーはスカイラン GTR の R34 のカラーと同じものを GTR で復活させたものなんですけども、で今回一番良かったのが3年8ヶ月ぶりに新車として左右ドアが開く車が出たということなんですけども、やっぱりドアが開いてこそなんですよね。トミカもう世界一この実車の閉まる感じを再現してるもの、本当に久しぶりに出て良かったです。ただ造形は今までとほとんど変わらないって、まあこれは実車のせいもあるんですけども、今回ニスモと合わせて同じ日に3台 GTR が出たわけですけども、まあこれまでニスモで出た場合はドア開かなかったんですけど、今回は開くようになってて、それは良かったですよね本当。まあ今回の場合 GTR だからってことでドア開いたのかもしれませんけど、これをねなんとか他の車にも、まあ、通常のものとして本当はこうなってこうやってほしいんですけども、なるべくドア開閉は維持してほしいですね。まあ、昔はそれこそトミカは精巧に作られてるけど他は大味って感じだったのが、今はどこも同じような感じで外見だけなら同じようにできるんで。本日紹介したのは日産 GTR でした。まあそこそこ普通かな。紹介時間があるかどうか微妙ですけども。サターンニュース。サッカーゲームの歴史を塗り替えるサッカーゲームが生まれた。フル 3D 美しい映像、自由な視点移動、 J リーグ公認ビクトリーゴール。すごいソフトはセガサターンから。
まあただこれから撮影するのでそれは合わせられるんですけど、多分 GTR 3台になると思うんですけど、どうなることやら。ただね、昨日今日となんか割と食べてるんで、もうリングフィットアドベンチャーはこれから長くやらなきゃいけないですね。してなかった、まずいって。もう最低でも100キロカロリーを想定してやらないとダメです。ダウンロードして。それではまた明日お送りします。ありがとうございました。